ステップアップガッシャー、ゴッドドラモンで確定はミキドラモン。ちょっと見てくる。ゴッドドラモン、味方戦隊への暗闇を無効化7ターンで、これ使えるんじゃないかな。あったような討伐戦とか、自分に個性勇敢の敵へのダメージ1点オーバーイにする効果不要、で敵戦隊の敵ダメージ耐性を 60% ダウン2ターン。これはバトルパークでも使えそう。メインスキル、敵3体に 420% のダメージ、敵3体のクリティカル率を 40% ダウン2ターン。味方戦隊への毒やけどエラーを解除。毒やけどエラー、やけどとエラーはよくあるしな。毒やけどエラー、まあ使えるかもしれない。アンダーワードとかは使えるかもしれない。サブスキルは敵に対に 390% のダメージ、80% の確率でスキル封じ2ターン。なんか面白そうだな。ドラモンいろいろ使えそう。で、ホリドラモンは持ってない。まあ一応同じだよね、前の。まあ見てないから。ドナイフェンス 40% アップ、個性エースの味方のパワーダメージ耐性を 60% アップ7ターン。クリティカル発生時2倍のダメージ、 10% の確率でエラー。敵3体か。エーサーは1回だけ攻撃を回避。味方戦隊に1回だけ攻撃を回避。まあまあかな。まだ古いんだよな。で、メギーズラモン、これは確定。自分のクリティカル率を 50% アップ。自分に個性が複数の敵へのダメージを 1.35 倍にする効果を付与。複数に対してか。自分に個性の複数の敵。メインのスキルは団体。バトルパックはまず使えないんだろう。の断熱使うのかな。まあ討伐戦と激突戦使えるかもしれないけど、敵のブロックを無視。で 50% の確率で季節。サブは敵に対に 390% のダメージ、ブロックを無視で 40% の確率でスキル封じ。まあやっぱ一体の敵だけかな。そこそこか。いつものステップアップだからやるか。出ると思わないんだけど、どうなるか。で、次は金。
いや、なんか出ると一瞬思ったけど、やっぱり第一は第二ステップ、第一ステップはなかなか出ないだろう。第二は、第二ステップは、うん、緑蝶々、道一個、ありかな。一応どっちも持ってないから、オールドラモンでもいいし、ゴッドドラモンならいいけど、レベルアップ、スキルレベルアップにしか、一応ロックしとくか。まあ日に出ただけでもよかったんだけどね。協力レベル上げに使えるか。3回目、赤い蝶、赤い蝶ならいける？日なし、あーメカモンで日2個、1個目はアンティラモン、まあ、レベル上げ、おー、もう一つは誰？もう一つまだ、喧嘩はしない。でもう一つは誰だ？ブラックはグレイモン、レベル上げ、今日はレベル上げばっかりだな。まあ出てるだけでもマシか、出ない時もあるからな。もう大体だ、出ないよな。先月の方がひどかったよな。これよりマシか。協力、間違って打ったりしたら、次4、ここは出るか出ないか。青い蝶々だから緑、お、1個。でもちょっとな、1個だけで運出なし。まあ来るかもしれないけど、次は まあ、でも日入れてるだけでも、全く出ない時よりマシ。スキルのレベル上げに使えるし、誰、なんかそっち行ってるね。ダメか。ゴッドドラモンが欲しかったけど、バズーパークとか使えそう。
でも最後最後だ、まあ、確定あるから。最後ピックアップ5倍、ピックアップ5倍の確率のはずだが、青い蝶々、緑、特演出なしで日は最後の確定だけ。最後の確定、あとは金になってるけど、あー変化しそうにないか、なんかもうスラしくなってる気が。はい、プス。これは確定以外ないな。まあまあ、スキルレベル上げに使えるやつも手に入れたし、それでもよかったか。はい、確定しかないよね。やっぱスキル上げようでも、スキル上げようでもよかったな。はい、ベビードラモンの確定。なかなか、まあでも討伐戦とか使ってみようかな、今度レベル上げして。だってバトルパグは使えない、激突戦と討伐戦しか使い道はなさそう。まあ何か来たら使ってみようかな。なんか使えそうな討伐戦か激突戦が来たらな、使ってみる。じゃあ今月のはい、はい、今月のステップアップ、ゴッドドラモンは無理だった。一応持ってたらバトルパークとアンダーワールドかな、アンダーワールド使えるかな、討伐戦は使える、アンダーワールド使えるかもね。激突戦的によって使えるかも。なかなか使えそう。で、こっちはフリードラモンはもう古いし、メイドラモンはまあまあ、今度なんか来たら使ってみよう。ここまでした。